つないだ後に、この長編みの交差をまたこの上にしていくんですけども、今ですね半分だけ片面だけ細編みを編んできたんですけども、全体が100目あるんですよね。16段までで、ここまでが16段なんですけど、16段で、まあ、100目あるんですよね。だから半分のこの半分で50目あるんです。50目をこのモチーフの目から拾うんですけど、1目ずつ拾うと目数が多くなるので、このモチーフつないだ目から50目拾うようにして、半分で25目ですよね。25目でもう半分で25目を半分にするので、まあ、4等分にしてね編んでいこうかなと思ってるんですよね。25目を半分にして、結局50目を半分にして25目ですよね。25目を半分にして12目13目と、このモチーフの目から拾っていこうかなと思います。で、半分ですね、拾ったんですよね。そしたら、まあ、この印をつけているところが、例えば下の目数が、モチーフの茶色の目数が13目あるとしたら、端っこの目は12目にしないといけないので、1目多いので、ごめんなさい。最初のこの目からもういきなり2目を1目にしました。そして12目に しましたね。ここ印がついてるところまでが12目、でまた隣の目から印のところまでが13目。ごめんなさいね。減らし目するときには、普通の1目ずつには1目ずつ入れたいんですよね、目がきれいに見えるように。だから減らす場所をこの閉じたところの両脇で減らしています。まとめてね、ここもそうです。目数一目一目は綺麗に見せたいので、この閉じるところで、この閉じたところで目を減らしています。ここもそうです。ここは、3目を1目にしたので、こんな感じで3目を1目にしました。で、あと片方ですね、また12目13目とこう目を拾っていくので、最初12目拾うんですよね。そしたらまずこの印をつけてるところまでっていうか、この辺りまで目を数えます。ここから数えますね、もうこっちのモチーフだから。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 目拾うんですけど、あと2目多いんですよね。だから2目をこの最初のところで減らします。ちょっとやってみますね。なるだけこう一目ずつのところ、綺麗なところは綺麗に一目ずつ開いたいんですよね、見栄えがいいように。そしたら二目減らすので、まずここに1目目を入れますよね。引き抜いたら、こうやって引き抜いたら1目になるので、1,2,3,3目拾って1目にするので、2目減ることになりますよね。こんな感じでなるだけこう閉じたところらへんで目を減らしていきます。で、今1目なので
位置ですね。12、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12目。ただ次が13目なので、隣の目から13目数えていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13目ですけど、印のついてるところまで目を入れるので13、1目多いですよね。減らす場所をだからここら辺でね減らしていきますね。ここで2目開いて、ここで1目減らしました。で、あと印がついてるところまで編んでいきます。最初の時に印をつけてなかったので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、で次の目から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13目ですね。印までで13目で、次の印までが今度は12目拾いますので、隣の目から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14目あるので、2目多いですよね。そしたら、ここで2目減らそうかなと思います。目を編んでいく前に一回数えてね、この目、この列は何目減らさないといけないかなということを計算し、頭に入れて一回数えてねしたらいいと思います。1、2、3、4、5、6、7まで数えて2目減らすので、こっち側とこっち側で1目ずつ減らしましょうね。これで1目減らします。で、またここと次の目で
で印のついてるところまで隣の目から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12ですね。たら最後ですね。最後は13目になるので数えてみましょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、1目多いのでここら辺で1目減らしますね。だから減らし目するときは閉じたところあたりで減らし目した方が目がきれいに見えますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13目ですのでここで減らし目をします。13で最初の目に引き抜きます。これで次の長編みの交差の長編みをする準備ができました。だからきっちり目数も100目なので上も100目でスタートします。今から長編みをね編んで交差していきます。長編みの交差はねやり方をしてるので1、2、3からかけて1、2、3目目に針を入れて長編みかけて手前の目に長編み、ここで交差しますね。これを一周してここまで来たら1段目は長編みを裏からこうすくって長編みをしますね。1段目と奇数段ですね。最初ここら辺でやってた通り奇数段はこんな感じで後ろからすくって長編みをして交差します。交差で終わります。こんな感じでねまたある程度の高さになるまで、長編みの交差を続けて編んできます。長編みの交差を3段編んできました。そして紐を通す部分ですね。これは鎖編みを5目して閉じるとこはですね、ここで見たらわかると思うんですけど編み始めのところから1、2、2模様目の左側長編み1、2、3、4目目で鎖編み5目して1、2、3、4目目鎖編み5目して1、2、3、4目目に閉じていますで、その後にこれを一周した後に今ですね絞った後にこうフリルなるように鎖編みの部分に4目、長々編みを4目、長々編みを編んで鎖編み、長々編み、鎖編み、長々編み、鎖編み、長々編みと編んで4目編みつけています。で、隣の目に移る時も鎖編みを1目して長々編みを編んでいます。鎖編み1目、長々編みですね。
鎖編み1目長々編み、こんな感じで鎖編みの中に長々編みを4目、次移る時も1目鎖編み、これをね一周するんですけども、紐をですね、紐もちょっと編んだんですけども、だいたい鎖編みを、目数は数えてないんですけども、鎖編みをだいたい75センチほどで、まあ目安ですけど、こんな感じで絞ったらちょっと半分くらいになりますよね。だから2つに折り曲げて半分、巾着の半分くらいのところに当てて、こう残りの長さをね見た感じで、絞った後の状態ですよね、これが。で、リボン結びして、だいたいこのくらいあればいいかなと思って75センチほど鎖編みを編んできました。そしてですね、通した後に、この紐の先端にウッドビーズのね茶色があったので、これをつけようかなと思います。これはね後でつけますけど、とにかくこの長々編みでフリルになりますよね、こう絞るから、この部分を編んでこようと思います。一周してきます。フリルを一周編んできました。そしたらですね、最後は立ち上がりを、5目してるんですよね。立ち上がりを5目編んで、立ち上がりを5目編んでから鎖編みの中に長々編みをこんな感じで4目ずつね編んできたんですけど、最後はこの鎖編みの中に長々編みを3目、最後だけ3目編んで、最初の立ち上がりの鎖編みに、立ち上がりの4目目に閉じますね、鎖編みをした後に。それでこんな感じで4目4目なってるので、最後も3目と立ち上がり含めて4目ですね。で、糸始末は裏の方に糸を出して、立ち上がりの裏をすくいながら下にここまで折りますよね。折りた後にこの長々編みの根元を、1周半しました。くぐらせてね、糸をでカットしました。で、この紐なんですけども、この鎖編みのこの通す紐の穴ですね、これが25しかないんですよね、多分そうだったですよね。25しかこの通す穴がないので、偶数目だったらちょうどよかったんですよね。ここから通してこう出してるので、ここに出てくる偶数目やったらここからこう出るんですけど、
25しかないので、こう針をこう出した時に同じ穴に出てくるんですよね。どうしても奇数目ですと、まあ、これはこれでね、まあ仕方がないですけど、あと絞ってこんな感じでウッドビーズを通してから、鎖編みの中に通してから、縛りましたね。でこっちも通して、今一回縛ってるんですよね、落ちないようにね。で何ミリか残して縛ってるので、糸始末は根元から上までこう針を入れながら縛ったところに、ほどけないとはね思うんですけど、縛ったところに針をこう入れて糸をくぐらせながら、何回かねこの玉結びのところに針を入れて糸始末をします。こんな感じでね、両方ウッドビーズ、茶系だったのでベージュのね濃いウッドビーズを作りましつけました。であとですね、前面で絞るようにしてるので、両脇でね持ち手をねつけたいんですよね。で持ち手は今編んできたんですけども、鎖編み6目で細編みを6目、細編みを6目編みながら、38センチほど、38センチほど細編みをずっとね編んできました。まあね、自分のこう編まれるバッグによって長さもね調節できるので、何段とは数えてないです。もう38センチぐらいのところでやめて、この持ち手をねつけようかなと思います。結局ワンハンドルですよね。一つだけ持ち手をつけて、中の方に縫い付けて、絞るのは前面だけで絞って、こうね浴衣着てよ、あの店とか回るじゃない、花火大会行くじゃないですか。そしたらどうしてもこう巾着の紐だけでぶら下げたら、なんとなくこう中にね携帯とか財布とか入れるので重みがありますよね。だからもう紐でこう 両端でね縛ってする紐よりも持ち手をつけてあげた方がいいかなと思って、孫のお母さんにね聞いたら持ち手をつけてって言ったので、持ち手をつけるようにしました。今からね持ち手を縫い付けようかなと思います。持ち手はですね、長編みのクロスの模様の 1,2,3 段編んだところの、ちょうど2段目のこの頭のところらへんに縫い付けようかなと思います。ちょうどね、半分こう折ったところですね。ちょうど2段、長編み、クロスの長編みの2段目の頭のところ。ちょうどここが幅広くて縫いやすかったので、5ミリほど上にこう縫い付けた後にまた下の段に戻ってきます。この辺はね、適当に、もう適当です。
角のところはね2回ほど頑丈に縫い付けて、でまたねこう両脇もちょっと補強しながら、紐が通っているところのこうギリギリですね、ギリギリにまた縫い付けてね、確認しながらしないと、返し縫いみたいにするんですかね、これは返し縫いみたいにして縫ってます。でまたここの端っこのところは2回縫った感じで、あとはもうこの辺にね糸をくぐらせて終わります。こんな感じで片方はつけましたね。あと片方ね、だから縫い付ける分の紐を、25センチぐらい残して編み始めの糸も25センチぐらいのところから編み始めて、最後も25センチぐらい残してカットしてくださいね。意外にこう糸がいるのでちょっと短めにしてたらね、また糸を足さないといけないから、今片方をつけてきたので、あと片方をね、またつけたいと思います。紐を両方つけてきました。縫い付けました。絞ってみますね。こんな感じになります。で、巾着ね、紐を縛って、巾着の紐も縛って、こんな感じでお財布と携帯とねハンカチかなんか入れて持ってねいけると思います。娘からの依頼で2つ編んでっていうことだったんですよね。それで1つはパープル一色でバスケット編みを取り入れながら、この辺はねこういった模様をして同じようにね紐をつけて前の方でね絞るようにしました。でこの一色で編んだのがだいたい5玉あれば十分編めたんですよね。それでこっちの方が鮭がねもういや何個使ったかなと思って、ベージュが3玉あって茶色が使いかけが両方1玉半ぐらいですかね。割とモチーフにも糸を使ったので、もう茶色の糸はもうギリギリでしたね。あとはこのオレンジはダイソーさんの何でしたっけ、ダイソーさんの何でしたっけ、トロピカですね。トロピカを使ってオレンジは作ったんですけど、このね若草色みたいなのも同じベーシックコットンの色ですね。ベーシックコットンですね。ほとんどベーシックコットンなんですけど、使った糸は、だから3玉、ベージュ色が3玉で、あとまあ茶系が1個半くらいですかね。であとはこれはねちょこっとですけど、こんな感じで表と裏はこんな感じになりました。6枚をね
剥ぎ合わせたのでこんな感じに仕上がりました。で、長さ的にはですね、8段までが円底なので絞る下のところから絞る下のところから測って8段の円底のところからだから19センチありますね。19センチあるので携帯と財布と入れてみたんですけど十分ね入りますね。長財布でも入るし横幅入るしこの大きさで大丈夫でしたね。幅が幅が26センチほどあります。こんな感じで今回はね急遽作らなくてはいけなくなったのでどうせ作るならね動画にもしたいなと思って動画に撮ったんですけど時間帯がねもう早く仕上げないといけないので結局早朝からしたんですけどね途中途中は夜にも編んでたんですけどまあこの辺からね上は朝したのでセミの声がねたくさん入ってるんですけどまあお聞き苦しかったと思います。すいませんこっちの諸事情で時間帯がねちょっと時間帯編む時間帯がちょっと早くしたのでセミの声がしっかり入った動画になりましたけど今回こんな感じでね編み上がったのでよかったなと思います。これからねまだね中の方が糸始末してないので糸始末をして2つね渡せるように急遽編みました。こんな感じで編んだので連絡して取りに来てもらおうかなと思います。ではね今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。